どうもこんにちは、しゅんじです。今日はね、1月に発売されましたカーズトミカ2台、あとドリームトミカ、ポケモンどこ行く、どこ行こっか、購入するのね忘れててご紹介できてなかったんで、今日はこちらの3台とミニレーサーズ、カーズのメーター、あとこれはねカーズオンザロード、あの恐竜が登場する、カーズシリーズですね、こちらの2種類も一緒にご紹介します。まずはね、ドリームトミカポケモンの車両から見ていきます。ナンバー151番のポケモンとどこ行く？どこ行こっか。名前が、ネーミングセンスが抜群にいいね。はい、カラフルな箱になってて、車両がね、面白い。ピカチュウの形なんだけど、バスになってる。はい、では開けます。あ、お尻がかわいい。はい、取り出してですね、わー、綺麗なポケモンカラー、もう黄色のね綺麗な色になってる。で、フロントガラスの下はね、もうピカチュウの顔ですね、ニコッとした表情になってて、屋根には耳が生えてる、可愛いですね。で、横ホイールはねノーマル形状になってて、ギミックサスペンション機能ついてんのかな、これなんかちょっと沈み込みますね。サイドのガラス丸くなってて、ポケモンのこのボールになってる、これすごいね、ガラス外見えないじゃんこれ。で、後ろはね可愛らしいピカチュウの尻尾になってて、で反対側の窓もモンスターボールになってますね。ルーフにこの茶色の、ピカチュウの柄があってね、あとさっき言いました耳もピョーンとこう伸びてて、かわいいバスになってますね。で、下はねこんな感じです。2023年と書いてますね。形全然違うんですが、トーマスの幼稚園バスと並べるとですね、こんな感じで、まあ、このバスの形にはなってるんだけど、まあ、しっかりとねこのねピカチュウの形にもなってて、後ろから見たらもうこれピカチュウですからね。これよくできてますよね。やっぱこの幼稚園バスとはちょっと形がね違いますね。次はねカーズトミカ見ていきますね。そういえばね、まだ紹介してなかったもう一台メーターがあったんで、こっちから見ていきましょうかね。メーターライトニングマックインで2023特別仕様。これマックインも出てたんだけど、確かねタカラトミーのオンラインストアでしか購入できなくて買いそびれました。忘れてた。はい、で箱の方はねこんな感じとなってて、これエディオンさんとかで確か買ったんじゃないかな。はい、では取り出します。わ、何この色、ちょっと光沢感があんまりないね。クリアのキラキラ感がなくて、青の通光とパールになってる。で、メーターはねニコッとした表情になっててですね、ちゃんとボンネット、あとライトもあるよね。なんか形違うけどちゃんとライトがある。下に置いてね、見ていきますね。横、ドアのところに95、なんかちょっといつもと違うような気がするけど、気のせいか。メーターにはそういえば95ってプリントされてないもんね。で、ギミックにサスペンション機能がついてますね。で、後ろのレッカー部分ですよね。レッカー装置部分も全部青くなってる。で、テールは綺麗にね、赤色にペイントされてて、右下にはナンバープレートがあります。はい、でくると回すとこんな感じで、ホイールもね綺麗なボディ色と同じ色ですね。で、ルーフにはランプがあって、でくるっと回してリアタイヤはダブルタイヤになってますね。スタンダードタイプのメーターがこちら、茶色カラーで可愛いメーター。ボンネットがねこれないんだけど、今回のあって、あとライトもあって、はい、まあ綺麗ですよね、とにかくねボディ色がね。はい、まあ、くるっと回すとこんな感じとなってて、カーズトミカメーターね、ほんともういろんなの出てるんですよ。こちら RRC タイプのメーター、キラキラボディのメーターですね。またね、横のカスタムペイントがかっこいい。ファイヤーパターンのカスタムペイントがされてる、ホットロッドタイプのメーター。これ、炎のこのペイントされてるんだけど、こう前から後ろに炎が出るんじゃなくて、後ろからね、こう前の方に炎が出てて、メーターはバックするから、まあ、これ逆になってると、まあ、視聴者の方にねこれ教えてもらったんだけど、よく考えられてますよね。ホットロッドタイプと色似てる、東京カスタムメーターですね。これね、後ろに大きな羽がねセットされてて、横にはなぜかトマトと書いてる。いや、このメーター結構お気に入りです。
カーズの世界で恐竜が登場する、カーズオンザロードに登場してるね、ケーブタイプのメーター。なんかね、もう石のような、こうボコボコっと角張ったね、メーターになってて、このフック部分とか、めちゃめちゃ大きい。いや、これ可愛いね。あとボディもね、真ん中なんか沈み込んでて、ほんとなんか壊れてんじゃないっていうようなね、形。まあ、これ可愛いね。最後、ライトニングマックインで2021のゴールドカラーのメーター。なんかちょっとこう、特別感のあるね、色になってて、この車両も横にね、95のね、この数字が書いてました。2021年、2023年をですね、並べるとですね、まあ、こんな感じ。表情が変わって、このライトの部分とかも、ちょっとデザイン変わりましたね。この間出たばかりのクルーズラミレス、アイスレーシングタイプ、こちらを見ていきましょう。クルーズラミレスの色ですね、黄色のパール、綺麗な色なんだけど、うん、この青い部分、このダイナコ仕様になってるんだけど、この部分の色がちょっと薄い、綺麗な色になってる。ダイナコレーシングタイプのクルーズラミレスとね、並べるとですね、やっぱこの青い部分の色が今回薄くなってて可愛くなってますね。ニコッとした爽やかな表情になってて、ボンネットにはアイスレーサーズと書いてる。これピストンカップなのか、ちょっと形違う気がしますね。はい、でくるっと回して、横にはダイナコ、そしてこの恐竜のデザインのね、カスタムペイントがされててかっこいいね。で、ギミックにサスペンション機能がついてて、ホイール水色でタイヤが白。まあ、ここがアイスレーシング。まあ、ちょっとこう氷っぽいね。冷たい雰囲気のあるこのね、カラーになってるね。後ろに大きな羽がセットされてます。あとね、ダイナコ、ゼッケン番号も書いてますね。テールも綺麗にペイントされてますね。反対側のサイドはこんな感じ。上から見るとこんな感じですね。大きな51番の、ゼッケン番号、そして羽の部分ですね、羽にダイナコの文字が書いてますね。はい、そこはこんな感じです。アイスレーサーズっていうこのロゴ、これがね、横とか後ろにもねプリントされてて、かなり派手な感じになってましたね。今度はね、ライトニングマクイーンの方を見ていきましょう。これもね、アイスレーシングタイプですね。ボディカラーは赤のマクイーンの、まあ通常の色、ソリッドカラーになってるんだけど、ちょっとこうカスタムされてて、アイスレーシングということで、まあ冷たい稲妻のところがね、水色になってる。あと羽がね、黒いね。マクイーンの表情、真剣な表情になってる。走ってる時の顔かな。で、ボンネットにはピストンカップのプリントがされてて、で、ホイールはね、さっきのクルーズラミレスと同じ、水色でタイヤが白くなってますね。で、ギミックにサスペンション機能がついてて、稲妻が水色です。はい、後ろの羽はね、黒くなってますね。で、テールのプリントとか、まあ、この辺綺麗ですね。あ、すげえ、リアバンパーにラジエータースプリングスって書いてる。めちゃめちゃ可愛い、これ。はい、で、反対側のサイドでマフラーね、横から出てますね。反対側も出てました。上から見るとこんな感じで、ルーフのところには95、そして、両サイドにライトニングマックインと書いててですね、羽上ラジエータースプリングスって書いてるよ。これすごいね。スタンダードタイプのマックインはね、まあこの羽とはちょっと違うんだけど、ラスティーズって書いてあったんで、まあこの文字が変わってます。で、下から見るとこんな感じですね。アイスレーシングタイプと書いてますね。カーズトミカの車両ね、すぐにね、廃盤になったりするんで、まあ、欲しい方は、ちょっと早めにね、チェックの方してください。最後はこちら、ミニレーサーズの2種類を見ていきます。メーターから見ていきます。これね、一番上、三角形のパイロンの形をした工事コンモーテルがついてて、この中にメーターが休んでるような形でセットされてる。横にラインナップが書いてるんだけど、今回買ったのがこれでしょう。あと、この、後で紹介する、カーズオンザロードの方。そしてもう一種類ピストンカップもあったみたい。それで全部コンプできるようで、こうやって繋げて遊べると。あと一種類だったから、探せばよかった。ちゃんと蓋を開けて、中にパーツが入ってます。なんだろうこれ。布みたいなのが入ってて、あ、なんだこの小さいの。なんかプレイシートかな。うわ、かわいい。これ、めちゃめちゃ小さいよ。これ燃料入れるやつですよね。
で、あと、タイヤだ。これタイヤが積んである。で、あ、V8 カフェもちゃんとあるね。あ、これはルイージのタイヤショップだ。映画でも登場しました。コージーコーンモーテル。この中で、こうね、みんなが休憩することができるようになっていると。パイロンの形になってますね。スロープがあるんで、これをここにセットして、セットで入ってた小さいメーターの車両を、まあ、これおなじみのミニミニカーズの車両になります。これをモーテルの中にセットして、はい、こうやってね、飾ることができるようになってて、あとね、スロープがあるから、はい、こう走らせて遊ぶこともできるようになってるようです。めちゃめちゃ小さいラジエータースプリングスの街が完成しました。で、ここにミニミニカーズの車両をこうやってね、走らせて遊ぶことができるようになってて、当然まあ、セットをして、飾るのが一番いいね、このサイズは。プレイシートを使ってね、遊ぶこともできるけど、ちょっと狭すぎるね。最近は売ってないけどね、ミニミニカーズの車両、一時期はもうめっちゃ出てたんで、結構買ったんで、僕ね、持ってるんですよ。で、こうやって、こう、飾ると可愛く、飾れる。カーズオンザロード、恐竜が登場する方、こちら、見ていきます。プレイシートの方はね、こちらとなってて、あ、すごい恐竜の恐竜かな、卵がある。このセットの方にはマックインだけじゃなくて恐竜も入ってる。いや、これ嬉しい。ミニミニカーズの恐竜、前にね紹介したことあるんだけど、それとはちょっと違うかな。少しだけ形違いますね。まあ、色もね違う。小さいパーツ、木が2本入ってて、長いね、縦長の、これ恐竜の卵、大きな骨、これは恐竜の骨でしょう。まあ、好きなところに置いて、丸い溶岩ボールみたいなのがある。ドロドロとした溶岩が流れてる、噴火してる火山。この下に車両をセットすることがこれもできるようになってて、で、スロープがあるんで、どっちだろう？こうかな。はい、セットしてさっきのようにこう走らせて遊ぶことができるようになってます。セットで入ってた恐竜、これ前にゲットしたんだけど、めちゃめちゃ可愛くて、前のタイヤが小さいんで、おそらく、ティラノサウルスをイメージした恐竜になってると思います。で、後ろ足がもう大きいんですよ。あのモンスタートラックのタイヤみたいな感じになってて、かっこいいね。ちゃんとね、タイヤ回るんで手転がして遊ぶこともできるようになってますね。で、これ下にこのマップの上に置いてこう飾ることができると。カーズオンザロードね、他の恐竜も登場するみたいで、それもねちょっと欲しいんですよね。ケーブタイプのマックインが入ってます。すごい形ですよね、これね。後ろの羽の部分がやばいことになってる。で、これ下の方はね、ちょっと茶色くなってるんだけど、汚れてるようなイメージの塗装になってるようですね。カーズトミカケーブタイプのライトニングマークイーンと並べると、はい、ルーフのところ、なんかね、リーゼントのような感じ、ボコーっとこう、前に出てて、面白い形ですね。マップ上にマックインを乗せて、まあ、こんな感じでこう飾ると、可愛く飾れますね。プレイシートつなげることができるようになってるみたいなんで、ペタッとこうね。あ、逆かな。あ、こうだ。はい。マジックテープになってるから、こうつなげてね、こうやって遊ぶことができるようになってるようです。今回は1月に、紹介し忘れてました。カーズトミカ、あとドリームトミカポケモンの車両の方ね、ご紹介したんですが、カーズトミカの車両ね、最近よく出るんすよね。映画新しいの公開するっていう情報確か出てなかったと思うんだけど、いやね、トイストーリーとかまたなんか新しくやるって言われてるじゃないですか。カーズも新しい映画制作してほしいですね。で、さっきも言ったんだけど、カーズトミカね、すぐに廃盤になったりするんで、気になる方はちょっと早めにね、チェックの方してください。はい、ということで今回はこの辺で、動画最後まで見てくださった視聴者の方、本当にね、ありがとうございます。よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。